天気の具合ですけど、いやーひどいな。まだ降ってます。ごちそうさんでした。はい、ということで鏡平山荘を今から出発、時間の方がね8時です。まあまた土砂降りの中進むことになりますけど、とりあえずスゴロクまで進みたいと思います。行ってきます。いやーすごいぞ、降ってるぞ。鏡平を出発して30分が経過。結構ね右側が多分開けてるんちゃうかなこれって思うんです。もしかすると槍とかも見えとんのっちゃうかな、本当やったら。今日はねこんな感じでガスガスっすわ。昨日に引き続きガスガス。今私はスゴロクへ向けた素敵な稜線歩きを楽しんでいるところです。はい、まあ目の前にはねガスしか見えてないんですけど、目を閉じるとほら素敵な景色が見えませんね。よし、行けんかな。スゴロク、とりあえずこっちか。花見台だって看板が立ってるところでこんな感じかな。で立派なベンチもあります。さあ進もう。またまたちょっとごめんよ、通るよ、通らせてちょうだいよ。別に追っかけてるわけじゃないんだけどね、たまたま一緒の方向に行ってるだけだよ。一緒に登る？なんだろうここ。わかんないんですけど、木道が出てきました。なんかね、木道が近くに出てくると近くに山小屋があるんちゃうかなとかって想像してしまうんですけど、いや、本当にここどこなんだろう。結構、ああ、山小屋見えた、あそこだ。ああ、もうすぐ着くね。
五六池キャンプステージ到着です。到着だ。10時20分五六小屋到着。はい、到着です。五六小屋を10時50分ですか。にスタートです。トイレと水場がここにあります。トイレと水場で、すごろく三股方面はこっちに登っていくって書いてあるんで、こっち行きますか。昼過ぎ何時だ、1時ぐらいに着けば早い方かなと思います。それでは行ってきます。ありがとうございました。僕はどこに行くんだ、槍の方に行くんかな。最高。いや、寒い。体が冷えちゃったよ。皆さん、吉報でございます。太陽が出てきました。このまま晴れてください。よいしょ。ほんでね。よいしょ。ほら、見て。こんな感じ。このまま晴れてほしいな。すごろくだけと三股山荘の分岐ですね。ここが10時10分、中道もまっすぐ行けって書いてあるか。こっち側ね、すごろく中道はこっちで、こっちがね三股山荘行きと。明日天気になることをちょっとね期待して、今日はすごろくだけはパスで三股山荘行こうかなにします。うわ、悩む。すごろくなんかね結構晴れてきたんですよ。うわ悩む。すごろく行こうかな。うわ悩む。あ、中道でもいいな。あ悩む。帰ること10分だけしかありません。山頂すごろくだけ頂上を目指します。悩みすぎって言いながら中道に行ったりして、あーがん YouTube ラインや。大将さんがいました。行った運気到着。すごろくだけはまっすぐ。どうやろう、今日登り出して10は楽に超えてる。すごいね、ここ見えますか。ちょっと遠いかな。あそこにいるんだけど、1、2、3、4、5、6、7、7は見えますか。いや、すごい。これは多いな。7はすごいな。そうじゃないあれ。おお、グッドタイミング。やったね。
よいしょ。こんにちは。いや、着いた。お疲れさんです。はい、いるかな。いつまた蓮華岳到着です。2841m。標高は10m ぐらい。到着しました。時間が14時10分。ここから三つまた三そうって書いてあんのかな、これに降りると。はい、ことで終わります。時間が10時26分。これから三つまた山荘に、またってずっと言ってましたね、三つまた山荘へ降りてきたいと思います。お、すごい荷物。こんにちは。いやー、これここ歩いとった時はガス出てましたけど、山頂着いたら晴れてくれて、はい、あ、そうなんですか。じゃあこっちはですね、あ、はい、水俣峠着きました。もうすぐ山小屋に着くぞ。はい、お疲れさんでした。15時18分、三ツ俣山荘のテント場に到着で、荷物を下ろして受付に行っているところです。肩が最悪痛い。はあ、カチカチになりました。よいしょ。じゃあ、到着。お、槍も。8時30分オープンしました。さあ、コーヒー飲もうっと。Thank you.